こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。今日はコロナウイルスで国際郵便 DMS が大混乱ということでね、オーストラリア、まあアマゾン非常に売れてるんですけど、納品しようとね、郵便局に荷物を持っていくと、まあ、超荷物を出すなぐらいのね勢いでいい否定的な言い方をされるというのがねちらほら上がってきたんで、それについて解説したいと思います。まず結論から言うと、オーストラリアアマゾン、まあ荷物を送れば普通に受け取れますし、荷物は届くんでね、安心して送ってください。ただ郵便局はね、国際発送を引き受けたくないと。まあ、なぜなら、スケジュールが読めない仕事は日本人が許さないので、入件に超否定的な言い方をします。ね、一部引き受け停止及び遅延についてと。で、まあどういう状況かというと、まあオセアニア、オーストラリア、日本から発送するまでに遅延が生じています。それとオーストラリアについて言うと、配達は非対面の方法で行います。まあ、受け取りサインとかそういうのはオーストラリアもやってません。それと、まあ、一部の会社はアメリカをやってます。アメリカもね、日本から発送するまで遅延が生じていますというような状況です。まあ、ただこれね、出してもうね、1週間も経つのにまだ日本にあるのはどうしてだとかいうね、質問を会社さんからいただいてますけど、まあ、会社はね、ある程度遅れることがあるとかいうのを分かった上でもやっぱ質問してくると。まあそれは全然問題ないんですけど。でも郵便局はね、なんでそんな遅いんだと。ね、だったら受けるんじゃないとかね、配達早い料金払ってるんだから、遅れた分の料金返せとか、まあとんでもなく多分ね、クレーム言う人が中にはいます。で、そういう人のね、荷物を受けたくないんで、もう一律、ね、もう届くかどうか分かりませんよと。ね、まあ、日本から送るのにね、飛行機の便が減ってるんで送れないかもしれない。出しても送れませんって言って荷物がね、帰ってくるかもしれない。あるいは送ったらね、日本はコロナウイルスの汚染区域なんで荷物を受け取れませんって帰ってくるかもしれない。それぐらいのこと言われます。ね、でも実際問題みんな遅れてますんでね、全然問題ないです、オーストラリアは普段より少し遅れるか、普段通りです。安心して発送してください。まあ、何しろね、オーストラリアの仕事は普段からのんびりしています。4日で届くはずが、2週間を超えても届かないこともあります。まあ、これはどういうことかっていうと、理由はね、以前別な動画で言いましたけど、何しろね、約束通りの期日で届かないっていうのはオーストラリアのデフォルトです。だから、ある意味、オーストラリアは今までとね、同じ、ね、配達の遅延は全く発生してないという言い方もできます。それから、すべての荷物が配達サインをしないにね、しています。これも以前からね、配達サインを受け取った人が配達荷物を受け取りましたと言うんじゃなくて、配達員が配達しましたということでね、配達員がなぜかサインをしているというようなこともあったんで、今まで通り。ですからね、オーストラリアについては、すべてが今まで通りなんで、心配せず送っちゃって大丈夫です。ただアメリカは、もうこれ注意してくださいというか、まあ、現状を話すとね、もう FBA 納品そのものを停止していると。で、一部の限られた商品については4月5日以降、ね、また納品再開されますけど、これについてはね、アマゾンがこれは納品していいよ、これはダメだよというのを勝手に決めてるんで、もうどうしようもないと。で、アメリカ、アマゾンを中心にあってね、なんとかなりませんかという質問もいただいてますけど、アメリカ、アマゾンをどうかするということはもう不可能です。ね、これは私が大切く打てるような問題じゃない。コロナウイルスとね、国策によって決まってますんで、もうこれどうしようもないと。で再開の見込みは不明です。ですから、じゃあどうするかというとね、もうアメリカアマゾンが再開するまでは、アメリカアマゾンはない、もう納品できないということをね、念頭に置いて、オーストラリアアマゾンとシンガポールアマゾンに注力してください。アメリカアマゾンのね、納品できない状態をなんとかしてアメリカに送るってのはもう無理です。その分、オーストラリアとシンガポールに送って稼いでください。まあ、そんな形でまたね、発送とかね、なんかこういうふうに言われましたとかいうのがあったらね、またご報告、あるいは確認、ね、ご相談お待ちしてます。まあ、オーストラリア売れてますんでね、どんどん商品探して送ってください。以上、アマゾンサポーター、堀秀夫でした。